まよぴとは初めてお会いしたのが、うん、覚えてらっしゃる、覚えてるよ、もう忘れられないあの、ね、86という作品のアフレコの時に、ね、私が女子生徒とかでね、そうですね、ゲストキャラで役だったんですけど、来てくださっていて、その時にささゆみがいて、その時に話しかけてもらって、はい、なんか次ぼっち一緒ですよねって言われて、私その時まで共演者誰か知らなかったんですよ。だからなんでこの人ぼっちザロック私が受かったってこと知ってるのなんで情報漏洩情報漏洩って思ったら、実は2時間でって言ってもらえて、そうなんだみたいなって、お願いしますみたいになったんだよね。いやでも本当にそのね、スタジオブースで、うん、あの時間帯こそちょっとね、ちょっと前後とかだし、そうなんか入れ違いかなんかで、うんうん、でも前の日からその交番表に、うんうんうん、AT1 プロデューサーの青山由伸さんがいらっしゃることを知っていたので、あ、これがサロックン、ぼっちちゃん役の、って思って来てたので、結構もう、ふんって思いながら、絶対に、そうだったんだ。挨拶したいって思いながら来てたので。思えばそこにイクミもいたんだもんね。あ、イクミさんもいましたね。そうだ、私それも覚えてるもん。そうだ。イクミさん。あの日にもいらっしゃいましたっけ？そう、いらっしゃった。でもなんか、その時たまたまなんかアフレコが結構その押してて、私の前の組の人と私の組の人と私の後の組の人が結構ギュッてなったのよ、ロビーに。ああ、そうか。人いっぱいってなってて、の時に多分イクミさんがいらっしゃって、そう覚えてる。そうだ、最後の方に出すけど、イクミさんが。イクミさんが。あ、出た。やりますね。イクミさんが、初めましてですよ。お疲れさゆみ、あのさって言ってたのが、このケツから入ってくるイクミっていうのがすごく印象的で、ケツからイクミっていう、そう、ケツからイクミっていうのが、それがもう私の中でもなんかちょっとありましたね、ムーブメントになって、今でもマジで似てたな。なんかそのイクミさんの入り方が本当にやってくれる、あのこう入ってくるんですよね、ケツから、やっぱケツから入ってくるんですよ。いや、それがねすごく印象的で、で後々知るんだよね、イクミが来たちゃんだっていうの、でなんか、あ、そうなんだと思って、あの時の、そうです、その86で実は話したんですよねって話から、なんかあの時のイクミさみたいな、実はさ、私覚えててさみたいなで話したっていう経緯があるんですよ。お尻からね、そんなゆかりなイクミと、はい、ね、今ドットアイもやっているサクと、あ、そうですね、サクピー4人で初期0から始めます、ね、サクピー。